はい、本日ですね、こちらラルフローレンのダウンジャケットを購入したので紹介していきたいんですけども、先に言います、これは買わないでください。で、なぜなのかというと、このラルフローレンって、まあ、イケオジのイメージあるじゃないですか。イケオジの三種の神器って言って、自慢をしない、そして筋トレをしてる、そして最後ラルフローレンを着る、まあ、僕の勝手なイメージなんですけど、この3つがもうイケオジの条件なんですね。以前三種の神器っていう動画、こっちにサムネイル出てますけども、ボタンダウンシャツとかニットとかポロシャツ、この辺はもうラルフローレンといえば絶対買わなあかんよねっていう話はしたんですけど、ダウンジャケットはどうなんっていうことで買わせていただきました。でも結果から言います、これは先送りしてください、買わないでください。たくさんの動画見てから決めようかなと思ってました。そういう方ストップステイで OK です。僕ラルフローレンさんにすごいディスりたいとかは全くないし、もちろん自腹で買ってるんですけども、なぜなんかっていうところもね、話もしていくし、ちゃんとコーディネートも今からいろいろ考えていきはいきたいなと思ってるんですけども、まあ、その辺をね、詳細をお伝えしていこうと思います。僕はですね、今ここで着てるのがラルフローレンのサイズってめっちゃ難しいんですよ。特にダウンは、それこそ後で着用してコーディネートやろうと思ってるこういうニットとかボタンダウンのシャツって日本のワンサイズ下で OK なんですよね。日本で L 着てたら M で OK やけど、ダウンジャケットはめっちゃ難しくて、難しいものって言ったらね、ラルフローレンのダウンジャケットのサイズ選びと嫁さんの機嫌の取り方っていう、この2つが一番悩むっていうのが、まあ男の悩みであるんですよね。それぐらい難しいっていうことで、みんな納得しましたね。あ、なるほど、それぐらい難しいんかと。で、今着てるのが僕178cmのジェイソン・ステイサムと同じ身長になってるんですけど、今 S を着てます。まあ、ちょっと分かりづらいよと、そんな筋肉ないよっていう方であれば、まあ一応同じ身長で言ったらマツコ・デラックスさんとかが同じ身長になっておりますので、まあ、178cm やったら大体こんな感じかというふうに思っていただけたら OK かなと思います。で、結果から言うと僕 S でぴったりでした。 M 最初買おうと思ったけど、オンライン上でね、あなたのサイズ多分これですよみたいなのが出るんですけど、その時に XS って出たんですよ。それは言い過ぎ、それは言い過ぎ、俺 XS は買わへんでと思ったんやけど、まあ、サイズの着丈とか見てたら、確かに XS はやりすぎやけど M ではないなと思って、で S 買ったらまあいい感じだったんですよ。だからまあ最終的には2個ぐらい下げてもいいんちゃうかな。普段 L やったら S、 M やったら XS ぐらい。だから S の人はどうすんねんって話だけど、 S の人は指くわえて待つしかないです。まあ至って普通のダウンジャケットかなと。まあこのね、胸元のとこにこのラルフローレンのロゴが入ってたりするんですけども、まあ後って言ったら、例えばファスナーがちょっと大きめ、これ海外っぽいですね。このファスナーってファスナーの大きさがあるんですけど、これね8号っていう大きさ使われてるんですよ。これは裏に8って書いてるけど、この8号のファスナー使うのって結構海外のブランド多いんですよね。で、日本はだいたい5号を使うんですけど、例えばカナダグースとかウールリッチとか、そういうところは結構大きめのファスナー使うので、まあいかにもちょっと海外っぽい仕様やなっていう感じで、これがね、値段がね72,900円、7万何千円か、ちょっと見えたんやけど7万ちょい900円ぐらいっていう感じになっております。で、フードも外せるんですよ。だから、まあ、ちょっとフードいらんなっていう方はここのファスナーとか使ってもらって、フードを外していくと、まあ、こんな感じでサッとフードが外れますので、フードなしとしても着用ができますよと。で、その際にはちゃんとこう襟元も、ここに首元にダウンも入ってますので、首が寒いとかっていうこともありませんよということになっております。でね、ラルフローレンのねダウンジャケット、他にもねコーデュロイの素材とか何個かあったんですよ。で、それもパッて見てみた中で、まあ、これが一番定番なんですよ。一番もうオーソドックスな形になってるんですけど、基本的な中身は変わらないんですよね。その要はダウンの質とかっていうのは変わらないので、ダウンがね650フィルパワー、まあ、650フィルパワーってどんなもん、ちょっとイメージ分からへんっていう人もいてはると思うんですけど、まあ、分かりやすく言ったらユニクロです。ユニクロと、まあ、ほぼほぼ変わらへん。ユニクロが確か去年625とかで確か出してたと思うので、まあ、そこまで違いはないよねっていう感じだし、あとじゃあ外の生地、この表地の方がすごい、例えばナイロンとか使ってるんですかって言ったら、特に結構一般的な、僕も触ってみて思ったんだけど、あ、めちゃくちゃその辺にある普通なナイロンやったなっていう印象なんですよね。まあ、例えば、まあ、大人っぽい感じだったらこんな感じですよね。まあ、こういうモデルさんとかこんな感じでよく雑誌とかでこうやって写ってますけども、まあ、こういう感じの、まあ、中にちょっとねラルフローレンラルフローレンでコーディネートしてみたりだとか、あと次ね、まあこういうニット入れてみてやる。まあこんなもうイメージ湧きますよね。絶対まあ似合うやんっていう感じだから、まあこういう感じで行くっていうのもありやし、まあこんな感じでちょっと大人っぽい感じのニットで行って、まあこういう感じでイタリアン行きます。イタリアン終わったら、奥さんと、じゃあちょっとこの後映画でも行くかなんて言いながら、こういう感じでサッと羽織るというね。これだけで、大人のちょっとまあイケオジの風格が出るっていう感じかなと思うんですけども、まあこういう風に、まあ、合わせやすいっていうところなんですけど、まあラルフローレンじゃなくても別にいいよねっていう。ここにロゴなくても別に合わせるっちゃ合わせるじゃないですか。だからまあ別にまああんなことないんやけども、まあ一応コーディネート組んでみました。っていうのも、なんでなんかって言ったら、すごいこう押せるとこが少ないんですよ。なので
ので、もうコーディネートでごまかそうと思ったんですけど、ごまかしきれない。だから正直に言います。特徴とかいろいろ喋っていきたいなと思うんですけど、僕が気になるところっていうのと、あとまあ普通に一般的に見て、ここちょっとどうなんかなっていうところを見ていきたいなと思うんですけど、まあやっぱさっき見たみたいに、このダウンの質、フィルパーがやっぱり全く同じグラム入ってても、かさ高がちっちゃいから、やっぱりペタンコなってるんですよね。で、やっぱ大きいの入れると、やっぱこんだけ膨らんでくる。でも重さは全く一緒ってなった時に、やっぱり650フィルパワーっていうのが、今この2024年の段階でそんなに高くないんですよ。なんやったらもう650やったら言わん方がいいんちゃうかなっていうぐらい、もう多分皆さんもね、モダオの知識ありはると思いますので、650確かにあんま言わん方がいいよねって、メリットないよねって感じなんですけど、まあそういうダウンをまず使ってますよと。で別にそれに関しては全然悪くないんですよ。言ったらもっと下って400とかがあるから、400のダウンが使われてるブランドさんもいっぱいあるわけなんですよ。まあそう比べたら全然高品質だよねっていう感じだけど、上をみんな知ってるから、もっと上知ってるから、まあそれ比べたらちょっとあれかなっていうところもあるし、まあ値段帯的にも、まあ8万円ぐらいしてるってことなんで、まあ600、まあ800まで出せとは言わんけども、700フィルパーぐらい欲しいなっていう印象はあるじゃないですか。でそれでいて、まあ、この表地っていうところが、このリップストップナイロンっていうこの格子状にね編まれてるんですよね。でそれすることによって、まあ、リップこう避けるのを、まあ、ストップするよっていう、アウトドアでよく使われる素材になってて、これに関してはもうどんなブランドでも出してるでっていうぐらい、もう今では巷に溢れてるんですよね。だからこれも特に突出して言うところでもない。でじゃあ雨の日どうするんですか。雨降ってきたらどうしますか。雨の日でもめちゃくちゃ濡れるし、で僕個人的に気になるのが、このポケット入れるじゃないですか。このポケット入れた時ってポケットに手入れますよね。で裏側はすごいフリースの気もしてるんですけど、この手のひらの方はないんですよね。でこういうのって僕は気になるんですよ。両方やっといてくれたらいいなとかって思うし、もっと言うとこの手のひらの方にはもうほんまに布1枚、まあ2枚あるんですけど、2枚しかないんですよね。だからここにもクッション材というか中綿とか入れてくれたら、すごいこう入れててもなんか頼りない感じはないなとかって思うんやけども、まあ、そう考えたらそこまでこだわるってなったら、まあ、それは確かに10万超えるんやけども、そういうところを見ていくとね、至って普通なんですよ。めちゃくちゃ普通。こんだけいろんなダウンジャケットが世の中にある中で、わざわざこれを選ばなあかん理由っていうのが全く見当たらないんですよね。だからすごい悪いダウンジャケットかって言われたら全くそんなことない。全然悪くないんやけども、至って普通のスペックが並んでるんですよ。めっちゃ普通。普通すぎると逆に言われへんじゃないですか。めっちゃ良かったらいいとこも言えるし、悪いとこも言える。悪くて、めっちゃ悪くてもまたそれで言えるけども、めっちゃ普通やから何にも言われへんですね。多分あんまりダウン持ってはらへん人からしたら全然悪いとこないと思うんですよ。え、何が悪いんこれの、お前めっちゃ飛び返して偉そうに喋ってくる、何が悪いんですかって感じなんやけども、いっぱい持ってる人からしたらやっぱり要所要所が目につくんですよね。例えばこのベルクロのちょっと頼りない感じとか、こういうのっていっぱい持ってはる人からしたら、うわここちょっと頼りないよねとか、ポケットの裏地ちょっとこれどうにかできひんかなとか、例えばここの金具とか、ドローコードのこの金具っていうのがプラスチックなんですよね。でいやそれやったらここ合わせたらいいんちゃうみたいな、メタルブラックの色味にこれ合わせた方がかっこいいんちゃうかなとかって思ったりとか、いっぱい持ってる人やったら思うやろうけど、全く持ってない人からしたら、え何が悪いんっていう感じかなと思うので、まあ、僕の視聴者さんにはまあどうかなと。だから他の YouTube チャンネルとかやったら逆にお勧めするのもありやと思うんですよ。全然ダウンとかあんま知らない人とかやったら、え全然これはこれでちょっと勢いおじいじゃないですかみたいな感じでいくのも全然ありやと思うんですけど、まあ、このチャンネルではそんなに押せないかなっていうところが、まあ正直な自腹で買った感想となってます。だからまあデメリットとか、まあそういうのはまあそんな感じなんですけど、もう逆におすすめの人、どういう人がおすすめ、もうこれはせめてね、あのラルフローレンさんのイメージが悪くなっちゃうから、まあ、言わせていただきたいんですけども、何なんかっていうと、やっぱりラルフローレンが好き、そういう人にはぜひ買っていただきたい。あとそれが似合ったらデザインが好き、まあ要はここのロゴですよね、これが俺はもうとにかく好きですっていう人なんかは買っていただいた方がいいかなと思うし、僕個人的にはラルフローレン嫌いじゃないんですよ。っていうのもラルフローレンのヴィンテージラインっていうのがあって、それが WRL っていうのがあるんですけど、それは好きなんですよね。でそれはダウンジャケットはちょっと高くなっちゃうんですけど、まあ、15万ぐらい、倍ぐらいすると思うんですけど、ね、そのラインに関してはすごいデザインとかが凝ってあるし、まあ中綿がすごいいい綿は使ってないんですけども、これはほんま少数でしかない希少価値のあるような感じのデザインやなっていうのがいっぱいあるので、僕は個人的にはそのラルフローレン自体が全部嫌いっていうことは全くないんですけど、その WRL とかはかっこいいなと思って、だからこそポロラルフローレンもいいんちゃうかなっていう期待感もあったんですよね。だからまあそういう部分で、あちょっと残念やったなっていうのがまあ本音のところになってます。だからラルフローレンが好きな方は全然大丈夫かなと思うんですけど、買って悪いっていうところは一個もないんで、買って悪いところは一個もない、でも買っていいとこも一個もないんですよ。それが正直な感想っていうところなんで、もしラルフローレンに貢献したい、売り上げに貢献したいっていうのであれば、シャツとか買いましょう。シャツをもう5着買っちゃうとか、ニットを5着買っちゃうとか、ポロシャツをもう10着買っちゃうとかして貢献していこうかなというふうに思いますので、そんなことで今日はね、ポロラルフローレンのダウンジャケットということになっておりました。
まああくまでこれ個人の感想ですから、それを踏まえた上でね、皆さんコメント書き込んでください。いやお前が偉そうに言うなよと。なんかようわからん格好して、ようわからん顔つきのやつがね、どこの馬の骨かわからんようなやつがペチャペチャ喋ってるけども、これはほんまなんかと、嘘ちゃうんかというのも全然書いていただいて、皆さんでこれを動画作っていきましょう。でラルフローレンさんがこれを見た時に、こいつ訴えだろ、ボコボコにしたろ、思われたら終わりなので、まあ皆さんでエンタメをしてるんだよっていうのをね、作っていただけたら嬉しいなと思いますので、いろいろコメント欄よろしくお願いします。ということで本日はですね、ラルフローレンのダウンジャケットを購入してみたいな動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。